どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新しいセレクションボックスで黒木モリノビッチが追加されまして、このモンスター多分懐かしい人も多いと思うし、無限に強いんですよ。無限に強いのこのモンスターは。ウィッチってどういう効果を持ってるかっていうと、まあもうこれ説明するまでもない、あでもエラってかかってるからちょっと説明しといた方がいいポイントもあって、クリッターと同じ感じなんですけど、効果的にはね、このカードがフィールドから墓地を超えた場合、デッキから守備力が1500以下のモンスターを手札に加えられるよと。で、このターンこの効果で手札に加えたモンスターのカードの、発動ができないよっていう、効果の発動ができないよっていうことなんですけども、これね何が強いかっていうと、まずレベル4っていう点と、あと魔法使い族っていう点なんですよ。魔法使い族っていう点で闇属性、これねナビゲートで出せるんですよね。これまあ OCG でも結構有名なコンボで、マジシャンズナビゲートで、あのウィッチとブラックマジシャンをまあ特殊召喚してきて、で墓地のロットで、ウィッチをリリースするんですよ。そうするとウィッチの効果使ってサイマジ持ってこれるんですよ。これマジで強いんですよね。で、ウィッチで、下敷きにしてサイマジ出すと、ロット持ってこれます。強すぎでしょ、強すぎるんですよ。シナジーの塊なんですよこのブラックマジシャンデッキと黒木モリノビッチって。あ、黒木モリノビッチの上手い使い方はまたディスコードにいろいろ多分議論してくれてるんで、みんながなんでそっち見ていただければいいかなと思うんですけども、今日はサイマジブラマジっていう相棒とアテムの魂のデッキです。しかもね結構強い、結構強い。で魔導陣って結構コズミックサイクロンとかに弱いじゃないですか。今コズミックサイクロン止めれるんですよサイマジが、あとギャラクシーサイクロンとかも。だからねやっぱね、サイマジとブラマジっていうのはね、めちゃくちゃ強い。制圧力が高い。まあ、1枚除外するカードを守れるから。で、あとはまあ、普通のギミックと変わんないんですけど、まあ、一応サンダードラゴンとか多いんで、回空入ってると結構、メタれたりするんで、1枚はあった方がいいかなっていう、そんな感じですね。で、お守り程度の、狡猾。やっぱサイマジ、ブラマジってさ、かっこええやん。うん。そしてね、やっぱね、強いんですよ。当たり前に強い、うん、やっぱウィッチはねみんなね向いた方がいいよ。セレクションは多分スルーしていいかもしれないけどね、うん、出たらボックスで向いた方がいいと思います。それでは早速サイマジブラマジやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、10代くん、10代くん、これデッキ何これ、わからん。なるほど、サイマジトップか。これはさすがにロットか。ロット召喚、ロット効果でイリュージョン持ってきて、で、イリュージョン発動、ブラックマジシャンズを、ブラックマジシャンズを持ってきて、でなんかわかんないカードを1枚セットしてバレバレやな、このムーブバレバレやな。スタンバイか。あー、ドロー光る。あー、コズある、コズミックあるやん。ちょっとやめてよ。どっちですか。まあでも魔導陣だよね、さすがに、さすがに魔導陣、魔導陣除外されていく。まあ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 仕方ない。コズミックサイクロンは、コズミックサイクロン対策にね、サイマジ入ってるんですけど、一応ね、ちょっと難しいですけど、まあ死にやしないんじゃないかなと思うんだよな。一応ナビゲートあるんで、まあナビゲートで、これ何が強いかってさ、ナビゲートでウィッチ持ってくるんだよね。これがめっちゃ強いのよ。でウィッチ持ってきて、墓地のロットでウィッチリリースして、でロット回収しながらウィッチ効果で手札増えるっていう、これめっちゃ強いんですよ。これがやりたくてウィッチ入ってんだけど、ちょっとね、ヒーローはまあで5000がダイレクトできないんで、5000出しても大丈夫ってことは、あとはあれですね、エアーがあるかどうか。エアーがあるとクソめんどいことになる。エアーの魔法トラップを破壊するっていう効果があるんで、あれあるとクソめんどい。
インクレス用インクレス効果でデッキよりビジョンヒーローをセットだって特殊召喚で、特殊召喚してあそっちなんバイオンどうしたバイオンどこ行った聞いてる融合なるほどはあ、はあははあ、なるほどなんでそいつなんやバイオンどこ行ったバイオン引いてんのかバイオン引いたでも出すかわかんな何このプリング謎プリング来た謎プリングやでどうすんのでどうすんのえバイオン出さないなんてことあるインクリースでダイレクトなるほどはあ、はあははあ、まあ、とりあえずいいやブラックマジシャンは、まあ、とりあえずもうブラックマジシャンもいいやもうこれおとりだおとりこんなおとりこんなやつはおとりマスクっぽいねハンドこんなやつはおとりだでウィッチ出そうで多分マスクだからいい絵なんだよこれでマスクで破壊されてダイレクト飛んでくるんだったらまだそれはそれでいいやそれはそれでいい破壊されてダイレクトあでも4000削りきれないからウィッチ殴ってくれるんだったらそれはそれでいいしこれ結構いい感じなんじゃないかないい壁になってるわウィッチが素晴らしいやっぱりいやナビゲートで出てこれるリクルーターじゃないサーチャーってめちゃくちゃ強いよねこれはあ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 いいっすよマスクか OK もう一回マスクかもう一回マスクでってことはだから次のこのこいつは倒さないといけないね絶対にこいつは絶対に倒さないといけない、まあ、ここで何が持ってくれるかっていうとなんと最強史上最強のモンスター史上最強モンスター沈黙の魔術師サイレントマジシャンをサーチできる最強すぎるでダイレクト飛んでくるんだディスティニードローダイレクト飛んでくるんならデスティニードローはさせないなるほどいいでしょう、まあ、そんなことしててもねラッチが開かねえってこと分からしてやるぜいけいや強い強い強いでロット持ってきてこれもまんま投げればいいだろこれ3000でうわたまりやがれでマスクチェンジは止めるマスクか融合は止めるいやーこれだいぶきついだろヒーローウィッチ強えやっぱ手札変ねえもん手札変ねえもんこれめっちゃくちゃ強いもんガンメタだもんヒーローなんてヒーローなんて魔法使えんかったらもう終わりやろさあ来いよ10代ああどうした10代それで終わりかどうした10代終わりかそれでポイズナーがね一応ね打点下げれるんですよね半分できるんですよね別にどっちでもいいねんよねでザラはい勝ちもうこんなん勝ちや、マジシャンズロット召喚マジシャンズロットの効果発動ウィッチ強さあエスパーロバ選手バランスかなんだろうなブラマジミラーかアロマか、ま、この時期だとアロマ読みなんじゃねえかとりあえず全力魔導陣からの魔導陣まあいいやロットがあるから問題はないうんどうでもいいでマジシャンズロット杖を召喚杖の効果発動マジシャンズブラックマジシャンってさ杖が一番強いよねやっぱりなんだかんだでこれこうするじゃん最強じゃんこんなんこんなんも勝ちやんターン終了こんなん勝ちや勝ち勝ちって書いてるもん盤面にだってコズミックサイクロンで飛ばされない魔導陣って最強じゃないこれ強すぎあっカナンがめんどくせえなうんー魔法カードは止めようガーデニングナイトとかじゃあカナンが召喚からはあんのかいあんだったら先打てやそれは向こうかあんだったら先発動してからカナンがじゃなくて謎のプリング来たでからのあんのねなるほどねそれはもうゴーストしかないねデッキよりブラックマジシャンと手札よりブラックマジシャンだった間違えた手札よりブラックマジシャンとデッキより黒き森のウィッチを特殊召喚そして黒の魔導陣の効果発動対象はアロマージカナンガさらにマジシャンズロットの効果発動ウィッチをリリースしマジシャンズロットを回収そしてウィッチの効果が発動強すぎるこれ強すぎだろこの動き強すぎてマジでほんまに無理生理的に無理
マジこれ整理的に無理で、そのカードはナビゲートで止めまーす。もうちょっと待って、おい、このデッキ強すぎたらバカじゃないのか。マジシャンズロット召喚、マジシャンズロットの効果発動。さて何を持ってこようかな。これ何でもいいんですけど、一応ナビゲートなんか持ってきます。一応持ってきますか。で、まあ、とりあえず適当にこうしていけばいいんじゃないでしょうか。はい、はい、でこれで魔法カードは2回ほど無効にさせていただきます。バトルフリーズ。強すぎ、笑った。うるおる風ね。で1000ライフ払ってサーチするっていう効果を使うが、マジシャンズナビゲートの効果によってそのカードを無効にされ、なんとサーチが入らずに3000になっただけっていう問題。さあどうぞ。完封試合来た。これこのデッキ強すぎやろ。さあお相手の方、エスパーロバ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。おなんだ、高速ターンエンドか。高速ターンエンド OK。 とりあえずロット召喚して、でロット効果でナビゲートを持ってきて、ほんで一応陣発動して、はい、でこれデッキトップ見て、サイマーじゃないけど、まあナビゲートか、ナビゲート持ってきて、ナビゲートアルゼアピールして、でこうしておいて、こうしてこうして、ちょっとウィッチ引いちゃってんのが若干弱いかなと思うが、まあターンエンドか。まあ一応セットすればね、あのサーチはできるんで。ドローセンス闇、なんだこのデッキは、わからん、なんだドローセンス闇って。ドローセンスな闇ってなんや、何引いてきたんや。それはちだぞ。ランドロープ、誰やねんお前、マジ誰やねん、モンスター来た、誰やなモンスター来た。あー、カナディア内蔵やつか。はい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 、なるほどね、カナディア内蔵やつ。やーべえこと起きた。やばい、それはやばい、やばいやばいやばい。うわーうわーやばいよ、それはそれはやばい。生地2枚打ってしまったから、ちょっと両方とも使えない、やべえ、これはやばい。ちょっとサイマージなんとかする、これ無理か。でもガーディアンの力、ガーディアンの力ガチで強いやん、これミスラトーケン、どんだけ強い、それこれ2体目もしかして、これ2体目きたー、デュアルハゲきたー、ハゲ2体きたー。どうなってんだよ、やばいよ、助けて助けて。3400も超えらんないやん、これシュラシュラされてるわ、これ完全に、これはシュラ。黒木の召喚中、沈黙の魔術師、サイレントマジシャンを特殊召喚。超えられない、助けて、こいつだけ殴ろう、無理だ、勝てない、無理だ、なんだあいつ勝てない、強い、3900のサイコショッカーは誰も勝ってないよ、どういうことこれ、やばいって、助けてだよお母さん、お母さん、バカ強い、バカほど強い、これバカほど強い、このデッキどうなっている、どういうことこれは。無事でもガーディアンはだからサイマジで止めるっていうデッキなんで、先つけられちゃうとさすがにきついね。もうこれあれするわ、あの死にに行くわティープゼイ、サイレントマジシャンの効果でガーディの力でなかなかったやつに死ねない、やばい。死ねないんかーい、死のうと思っても
死ねないので、龍は考えるのをやめた。